ました。山下先生、本当にどうもありがとうございました。思っていた以上に、とても、いろんなことを学ばせていただきました。本だけでは学べないこと、また真髄のようなところを今日は学ばせていただいて本当に良かったです。片付けが何につながるのかということがすごくよく分かったので、今までは家が片付かなくてとても苦労していたんですけれども、考え方自体がすごく整理されて、違う見方でこれからは片付けに取り組むことができそうです。